めちゃめちゃいいっすやん。めちゃめちゃええ。めちゃめちゃええ。紅生姜握ってますわ。紅生姜ちゃうねこれ。稲妻握っとん。稲妻やった。うん。フラッシュある。フラッシュもある。あ、ピストルズも。最悪ほら。おしっこも黄色いから。さて、ケント小林でございますけどもね。今日はね、原宿に来ております。こちら原宿。もうそこのね、明るいのが見えてるのはあれも竹下通りですから、修学旅行生と外国人旅行者の夢の園ですから、そこからちょっと一本入った路地にですね、私がたびたびお世話になっている古着屋さんが、あの今日はちょっとね、古着探訪、古着日和みたいな流行りの企画を丸パクリでやっちまうかなと思います。こちらです。こちら階段登ったところにあるんです。さあこちらでございます。フェイクアルファさんということでね、やってまいりました。おう、ちゃんこばあ久しぶり。はい、久しぶりだな、ちゃんこばあ。何をしてるんですかこれ。置き直してるだけの。置き直し、うん。あ、置き直し作業。置き直し作業、うん。あ、それが大事なんですね。お前ダメだよ、お前無理だよ。すいません、うん、はい、デブだから入んないよサイズが。すいません。あんた一回体重100キロ超えたらしいですね。超えちゃって、膝痛くなっちゃって、ええ、うん、痩せたんだから。何してんのクッキー。お疲れ様です。慣れない役やってるからカミカミやないか。さあ今日はクッキーとね、お願いします、お願いします、一緒に古着見ていこうと思います。お願いします。まあ中はいいかどうか言うたら説明しにくいですけど、今日ロケの前に待ち合わせしてコーヒー飲んできてますけどね。1時間前に集まってコーヒー飲もうかっつって。もうなんかさっきなんかその喫茶店で女の子に声かけられて、あ、いやいや、まあ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 、浮気しそうやもんね。いや、ちょっと LINE ゲットしたかったですよ、その、うん、金玉は熱なりましたね、ぐーっと。浮気したかったもんね。全然俺だって見逃すよ、こういうとこで言うけど。言うとそれはあかんねんよ、このご時世。服の話とかもクッキーとはたまにするもんね。あ、そうですね、そうですね、うん、だからちょっと紹介したかったなと。好きは好き。僕なかなか東京で古着あんま着てなかったんで。そうね、うん、大阪時代はよく着てたんですけど、でも根が真面目で、うん、今日もその古着屋でロケやねんって言ったら古着履いてきたりとか。いやいや、俺もそういうもんやと思ってますやん。古着ロケやねんったら古着、自分なりの古着やと思ってましたやん、うん、全然ちゃいます。根が真面目なんで。皆さん可愛がってやってください。恥ずいっすやん。店長紹介するわ。あ、ぜひ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 。澤田さん、どうも、こんにちは。あ、すいません、今日お世話になります。はい、これが澤田さん。あ、かっこいい。めちゃくちゃ怖いやろ。かっこいいって言うたら、でも似合ってしまいましたよ。好きなノリはロッカーズとか、そうですね、バイクで言うと。そうですね、ロッカーズと、うん、あとワイルドマンって、暴れ者、はいはい、マーロンブランドが好きだったので。俺が知り得る中で一番ね、革ジャンのこと聞いたら何でも答えてくれる。革ジャンマスター、うん、自身が着てはるやつもあれですか。これがそうですね、そのワイルドワンでデュラブルズ、デュラベルのワンスター、何年ぐらい前のやつなんですか。50年代、1950年代。フィフティーズってやつですか。そう、今日はもう300万ぐらい買っていってもらおうかな。いや、勘弁してくださいって、勘弁してくださいって。この店長とのね、あの出会いがね、番組で鑑定してもらったんだよ。あ、持ってるライダースを、小林さんのやつを。あ、そういうことね。古いね、あれルイスレザーやったと思うんですけど、はい、あ、違う、あれどこや、大阪やったかな、東京やったか忘れたけど、古着屋で買って、あ、背中にナイフの刺した跡がある。ねえ、怖っ。めちゃくちゃいいですよね、そういうの好きやから。それ買って、で鑑定してもらうっていう番組に出てもらった時に、その鑑定員で、あ、ライダースなら鑑定できますけど、見てもらったら、その俺の気に入ったナイフの傷跡が値段下げてますて、うん、いや、で、そう、いや、そうやと思いましたわ。買った値段より安かったです、うん、だって穴開いてんでしょ。アメージャンとかあんまり手出してないでしょ。俺はガキの頃あのショットは買いましたけど、うん、まだまだガキやけどな、俺から言わしたら。グーの根も出んすわ。丈がね、短いのがあんまり得意じゃない。ああ、そうなんですよ、僕、うん、結構腰で履くタイプで、うん、腹出ちゃうんで、うん、お腹結構冷えやすいんですよ。本能の方ペッタンコやのな。そう、そうなんですよ、うん、ツルッツルじゃないですか、うん、あれやった後ですやん、ドゥーツッツルと何でしたっけ。全然言葉出てあれ何でしたっけ。店長でもらってる。店長ライズアップな。そうそうそう、ライズアップパッキですから、はい、うん、この店、まあ、言うたらテーマ的にはやっぱこうオールドアメリカン。そうですね、うん、うん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 、ハワイアンシャツがすごいもんね。あ、うわ、すごいな。見ていく、見ていきましょう。ちょっと見てきていいですか。どうぞ。はい、これ
シャツ見ていこうとしたけど、うん、いきなりここにかけてるやつかっこいいわ、ね、色がたまらんすね。サイズもええでこれは。え、俺いけます？あ、いけるな。俺もいけるんじゃん。めちゃめちゃパッ、いけるな。でも小林さんいけますよ。いける、うん、ちょっとでも体型的になぎら入るかな。誰がなぎら、まあ、あの人ほんまのマニアやけどね。ウォッキューパーです。お前払って野球300円払うから。なんやそれ。で誰が切んの。俺なんなん、こんなこんな小物とかも。いや小物楽しい。あ、シューレスありますよ。革のこの箱が革たまらんすね。キャッツポー、これ箱ええな。キャッツポーブーツのね、あのソールとか、うーん、チノパンとかで見たことあるけど、あ、うん、これはすごいな。お財布、お財布、海外マネー用話のお財布よ。すごいな。売り物ですこれ。おお、あ、安い、1万2800円。あ、安い。デッドストックやった、うん、どうよ、このシャツ。たまらんな。気になるから探してくださいよ。はい、黄色いの好きなの。あ、黄色いいですね。最近ほら、おしっこも黄色いから。わかりますわ。あれ疲れてんの？とう？疲れてんちゃうかな。これマジ、これマジしもないですか、鶏。あ、いいね。これめちゃめちゃかっけえ。うん。うわ、渋。匂いする。ほんまですか？見立ってください、これ。視聴者の皆さん。サイズあれですか？あ、唐揚げ食いたなるわ、これ見てたら。え？おばさん、え、ずっと滑ってません？こんな無風の中。いや、でもこれ、これ生地もいっぱいあるんすね。確かに生地感が全然違う、ね。いや、これだってめちゃめちゃブッチですよ。麺で、麺か。あ、これすごいわ、ね。ちょっとカチッとしてる。そう。ポリ入ってないけ。あの、あれみたい。沖縄のね。あー。カリユシ？はい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 。みたいな。おいくら？これ2588。あ、じゃあ、25,000。25出して俺800出すか。どういうあれなん？さっきから。変な。金のやつ。あ、スカジャンあるね。あ、うわ、うわ、あ、あのスカジャン好きでしょ。好きです。うわ、見たことないな、なにこれ。トラとかリュウとかしますやん、スカジャンって。ああ、こいつ、なにこれ。もうピーマンやん。ピーマンやって頭空っぽってことかな。てこれ、これな、どういう意味ですか、これ。それは、あの、スカジャンだと、あの、日本っぽいものと、あの、ミリタリーっぽいものがあるんですけど、はい、そのミリタリー刺繍の方で、うん、舞台のマークだと思いますね。舞台のマーク、舞台のマークね。あの、片方には人の名前が書いてて、あ、背中は飛行機。そうですか、これ、まあ、それもあのスコードロのマーク。いや、これ飛行機ですか、これは。あ、マークだと思います。あ、スコードロのマークだ。面白い。これめちゃくちゃいいわ、ベトちゃん。昔木村健吾がこういう色のジャンパー入って入場してたんですよ。そうなんですね。可愛いですね。下はピッチピチのパンツで。ベトナム。うわ、たまらんな。ベトナム、香港、フィリピン。すげえ。ジャパン、ハワイ。なんでもござれや。もうほんま、スーベニア丸出し。ねえ。わあ。この竜好きやね、俺。安い竜ね。うん。こっちもやばいですよ、こっちの安さ。激安ですよ、これ。あ、顔面赤いんや。いや、すげえな。このやっぱ、これでこれ。この感覚出せんですよね。ちっちゃいかね、もう。あ、これもうこれ以上スカジャンって感じですね。もうトラトラで。これもだ、あ、こっちが竜で。あ、もうでリバーシブルでね。スカジャンって横須賀でしょ。うん。ベトジャンってベトナムでしょ。はい。モロッコジャンあったよ。え、めちゃめちゃかっこええな、うん、モロッコジェリー。えぐ、襟付きや、しかも、うん、襟タイプや。これはめちゃくちゃかっこいいね、これ。やべえな。うわ、やば。うわ、もう紅生姜握ってますわ。紅生姜ちゃうね、これ。稲妻握っとる。稲妻やった。うん。ノースアフリカって書いてる、うん、北アフリカ、モロッコやから。あ、そういうことか、うん。ここかっこいいですね、袖。あんま見えんですよね、こんなん。すごいね、これ。かっこいい。お土産ですもんね、スーベニアってそもそもね。だから、国変えるときに刺繍掘って変えるみたいな。あー。かわいいな、これ。やっぱいいな、これ。めちゃめちゃかっこいい。裏もやば。あ、ほんまや、これは。かっけえ。韓国だ。アメリカ。うん。あ、これや、あー。オランダよ。オランダですか。自分が行ってたとこなんだな。ああ、そういうことか。うわ、楽しい、ね、めちゃめちゃ楽しい。ワイヤーシャツ見るみたいで、すっかりこっちに夢中になった。あ、ベッチあるやんか。ベッチあります。あ、うわ、小林、これやばい。え、これ飲み干す直前のワイン。あ、ほんまや、残りワイン。何ですか。あ、裏もある。裏やばい。ちょっと裏後で。こっちやべえよ、見てください、これ。たくさんスチンコ
めちゃめちゃやばい。ほら、あこれいい、ね、ですよ。象がたくさんのスチンコ。スチンコ。たくさんのスチンコ。何スチンコって。何なの。これマジでやばい。これマジかっこええ。裏のたくさんスチンコや。あ、一緒や。一緒や。な。何これマジかっけえ。何これ。これはええで。これ店長これ何すかこれ。多分韓国じゃないかなと思って。韓国っぽいんやこれ。そうです、うん。ここのこのチープさたまらんすね。うん。何これ、ね、唇と好きなもんや。酒が好き、女が好き、音楽が好き、ギャンブルが好き。スチンコで好き、好きってことなんですかね。僕の好きなものってことなんかな。じゃあ多分なさそうだと。もうデニム系ですね。サーズさんが好きやから、はいはいはい、リーが強い。あ、こんなにリー揃ってることないで。いやほんま、これもうデッドストックですか。そうですね、デッドストック。好きな割にもうダンボールで隠しちゃうんですね。でもね、お客さん近寄らせたくないし。そういうことか。買わさんようにや。売りたくないんですよ、これ好きすぎて。そういうことじゃない、うん、これ小林さん持ってないですか。持ってる。黒ひょ、あ、持ってます。やっぱあこれやっぱフィフィティーズ好き系はね、やっぱみんな買いますよね。2等ある。あー、いいな。服は見つかる。好きな服はでもリアルで言ったらパンク好きになってからですよ。そう、パンクやからね、うん、この人は。そうそう、だから高校の時にその泣けなし必死こいて革ジャンを始めた。パンクショップ行ったりとか。そう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 、あの京都やったんでね、当時はね。お前違いないか。京都で遊んでたんすわ。違いにはないやろ、パンクショップなんか。違いないですよ。パーカーしか売ってなかったですわ。違うわ。いやんかおこばさんは。俺なんかやっぱ貧しい村で奴隷商人の子として育てられてたからな。うん、布切れ一枚しか与えてもらえてなかったんだ。もう麻袋みたいなのかぶって。そうそうそう、何でももう袖通せるもんやったら何でも嬉しい俺は。さあ行こうか。話になりませんわ。クッキーからしたら分かると思うけど、俺の同期ぐらいのやつって、うんうん、全くこの辺趣味がないやつばっかりなんだよ。あーでも分かります分かります。寂しかった、うん、俺はずっとそういう話できるなと。ほな後輩にクッキーみたいなの入ってきて、うんうんうん、あー嬉しいなと思った。だってあれもう古着時代ど真ん中やったですよね、あの時期って。なのに俺の同級生ぐらいの芸人志望のやつはこういうことに全くこう興味ないやつだった。うんうん、だみんな同じ格好してましたよね。そう、あのヴィンテージっぽいジーパン履いてちびって生きるみたいなね。そう、確かにちょっとなんか僕もそこはあんま好きじゃない。かわいい。うわ、ここまでこれよう見たらこれ見ざる言わざる聞かざるや。見ざる言わざる聞かざるな。見ざる言わざる聞かざる。これってね、うん、アメリカでもあったんですかこれ。いや、どうやねんやろ。店長、これって日本だけのもんじゃないですか。見ざる言わざる聞かざるは。これでも佐世保って書いてる。佐世保 や日本刺繍で。あ、そうなんや。夏近いですからシャツ系いいですね。あ、ちょっとワーク系。今日のテーマそれ。あ、今日のテーマはそうシャツ。いや、夏こそ革ジャン買えって言うてんの俺は周りに。いや、それもマジで分からんでもないですよ。あれ、ちょっと肌寒いなと思って、うん、革ジャン探したらもうないからな。ないですね。夏に買っとけって俺常々言ってんの。いや、お前服を買うんで、あの将棋と一緒で先手先手ですからね。戦の戦を読むっていうね。はい、ああ遅れたら終わり。どうですかこれ A2 なんて。うわ、渋すぎるな。ベコベコ渋すぎる。渋すぎる。うわ、リブ赤いっすよ。お前、赤リブやけ。もう復刻とかでもあるよたまに。ああ赤リブってやつ。これでも当時のリブなんかな。そりゃそうやろ。そうじゃねえ。だってほら、虫食ってるやん。いや、でもにしてはやっぱ綺麗っすよ、そうなったら。やっぱ質いいっすよ。自分で塗ったんやな、これ。あー、やばいな。悪魔を、心臓を。昔あの、古着のヴィンテージの MA1 買ったらもうリブくっちゃくちゃで、うん、それでも気に入ってたんですけど、一回コウホリさんに貸したんですよ、うん、脇草なって帰ってきたんですよ。もう何やねんこれ思って。結構映画消費者禁止で金借りて買ったのに。あれだから、あのリブ食ってるやつがいいらしいからな、うん、本当は。ああ、虫食いするということはほんまにいい糸使ってるって。あ、そういうことね。糸のいいですね。 BSN なんかあるじゃん。あ、お前、あ、バイクの、あ、おお、スウェットどうよ。これ半袖やったら最高。半袖や、ちっちゃい。いや、これでもサマーニットみたいにちっちゃく着るやつよ。これ腹出るよ、女子のやつよ。嫁さんで着させてみよう。おっぱい問題やん。嫁のおっぱい揉むんか。久しく揉んでへんで。人の嫁やったら揉めんねんけどな、不思議と。シュッ、僕めっちゃかっこいいよこれ。かっこええ、かっこ、あ、これもかっこいい。ありますよ、鈴木とか。あ、鈴木や。俺38乗ってたんでね。
あんたすぐ売ってたな、三八。売りました。もう途中でやめました。三八、どうしても A 社に乗りたくなったんや。やっぱもうぱそうですね、もともとやっぱ A 社に憧れて SR とか買ってた人間なんで、うん、SR 乗ってたな昔な、はい、お、スプレーアート系ですね。見てください、はい、うわやばいなこれ。うわあやばいっすね。めちゃくちゃええやんこれ。エドロスですかそれ。エドロスのお弟子さんとかじゃん。エドロスかな。連れがエドロスが日本に来た時サイン会行ったんですって、うん、もうそのうち亡くなりゃ分からんから行きたいっつって遠くまで行って、うんうん、めちゃめちゃ態度悪かったって言ってましたよ。いやその態度良かったおかしいやろエドロス。これいいんじゃん鈴木ね、うん、このうわ渋いな。デビルマンみたいな日本でガシガシしてますね。サイズ見る、はい、念のため、うん、どうもちっちゃいなちっちゃいなちっちゃいですね。このちっちゃいちっちゃい残念です。めちゃくちゃいいけどな、うん、実は 2,3 回来て、うん、試着 2,3 回繰り返してるやつ あんのよ。ちょっと 狙ってるとこが実は狙ってるとこあんのよ。これどうよこれ。いや、やばいな襟でかいな警察みたいな。いやこれだポリスマンジャケットこれ。あやっぱそうか、ハイウェイパトロールや。あーこういうのがついてるの高速機動隊。ハーレーのファーストを買わしてもらったのこれ。あ狙ってたやつ。ここで買わしてもらった、うん、あ買ったんですね。そうでもセカンドも欲しなんのやっぱり。あえファーストとセカンド何が違うんですか。これそれこそセカンドです。おファーストは D ポケの上に ポケットある。あもう一個ね。そう。あいやこれやっぱりこれ俺試着させてもらってたじゃん。いやだいぶ渋いっすよこれ。ええねこれこのスタッズの打ち方渋いっすね。 D ポケにここにポケットあんねん。 D の横にポケットや。まあ I やもう I ポケやそれ。ほな D と I これ、うん、いやこれやっぱ買おうかな。いや大いにあるじゃないですかそら。まあ、うん、クッキーちょっと気になるのあるか見てみてこれ。はいこれあれやベック333ってやつや。俺持ってんねんけどやべえな。これサイズ的にいい。あでもアームだいぶ太いんか。これ手じゃ羽織ってみていいですか。どうぞ。これ333ってやつですよね。違います。そうです、番号が333で、ゴートスキンの、茶色の方です。あゴート3種類あって馬側とゴートと、牛側ステアが。ちょっと今度俺の私物のやつ持ってきて革何か判定してもらっていいですか。ああ古いのね、うん、見てもらわな分からんですもんね。俺もなんかアメトークできて肩割れたやつあれ俺和紙やって踏んでるんですけど紙和紙、うん、紙でできてんちゃうかって踏んでるんですけど一回持ってきていいですか。持ってこられてどうするんですか。紙かどうかの判断してほしいな。革や多分あれシープやあれ。あシープですかね。シープやと思う、ね、あじゃあ前しまらんあかんわ。うわここ切れてんねやかっこええ。おアメちゃん似合うねやっぱうまいですね、うん、前閉まらんのかそんなに腹へこんでるのね平らいのにね。かっこええ。でも思ってるよりアーム太くないそこまで、うん、いいっすよね。茶の茶芯やああ茶芯や茶芯すげえ。今日はこれを言いたかったから夏に革ジャンかいっていうこと。そういうことね。これ俺がこの間試着してたやつですか。来てもう一回来たら変わるかもしれないまた気持ちが。えちなみにそれおいくらぐらいですか。25万8000円。うわでも時代考えたらこれ何年ぐらいですか。50年代。おその前に買わせていただいたファーストもそれどれぐらい値段してるんですか。それはそれより古いので40年代だと。40年代ファーストは30いくら万円でしたよね確か。40年代いいねこれめちゃめちゃいいっすやん。めちゃめちゃええ。めちゃめちゃええ。めちゃめちゃええ。めちゃめちゃ小葉さんに言うてんな、うん。これファスナーが修理した方がええって言われてんの。ああ、怖いな、うん。ファスナーの修理ね。ちょっと高いっすよね、でもファスナー修理ね。まあでも。いや、ないからな、これ。めちゃめちゃええ。これをね、やっぱこう、シャツ入れてこう。うん。ハイウエストで。おぉ、いかちいな。いいじゃないの。うん、いや、めちゃめちゃいいっす。マジ小葉さんっぽい。はい。うん。あここもこれも開いてもてるわ。やっぱデブやから開いてもてるわ。お前バラエミンズなの。人を。
これでしたっけ、エルビス。そうですね、あのこの形に近いのエルビス着てますね。あのこの中でも初期と後期があってポケットの角度で違うんですけど、細かいのよ。この間説明してもらってんけど、このポケットちょっと倒れてるか立ってるか、それで D ポケットの形が、その D がちょっと立ってたらエルビスなんですか。そうですね、そっちが後期でこっちは初期なんですよね。年代が違う。でもこっちは初期なんや。古いショットある。おお、あ、ワンサーだ。あ、これだからあれよ、多分あの沢さんも着てるデュラブル。ああ、一緒のやつですか。そうです、そっちがでもステアハイドって、あの牛側です。あ、はい、自分のが馬側ですね。あ、それ馬なんですね。牛のこのやっぱこのハードな感じが、うん、いいわこれ。赤裏地かっこいいですね、またね。あ、シアーズっていうあのデパート。はいはいはい、デパートのメーカー、うんうん、要はありますね、シア、古着でね、シアーズは。あ、やっぱ安いですもん、4万、5万いかんですもん。お、マジや、うん、すごいな、これこんなしっかりいい革でね、相当可愛いよこれ、うん、楽しい、楽しいね、これ見てる人楽しいんですかね。いや、見てる人は楽しくないやろ。何をこいつらグダ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 。これかっこいい、これを気に入るかどうか、ね、裏にね、ええ、ワッペンが。おお、これいいね、これ AMA ランブリングロマンって書いてます。ロマンス、あれクッキーの異名ランブリングロマンスちゃうかったっけ。よくお気づきで。これでも切れるんちゃう。いや、完全にちょっとボックスっぽい形か。あ、前もこれバックルじゃない、これかっこいい。ちょっと一回試着させてもらって先生いいですか。すみません先生、もう先生って言って。うわ、小林さん、これスターズベルどうですか。ヘルニアなところ。いいっすね、ブコですよ。でもうまや、エデゴ、エドコ。あ、いや、しっかりしてるわ。あ、お、あがっ、やねー、やねー。あー、肩めっちゃぴったりやのにな。肩めっちゃいいです。もうあの革ジャン着てるって感じします。あ、似合うで。でもアメジャンも、でも手のスンと、もう全部が足らん、もうここも。やねー、かっこええな、これでも。その腹の出っ張りでよくロンジャン着れるね。ええ、特注ですから。ここまでの自分で持っていかないもんな、やっぱ頑張っても。いい、もうだ、これで何年ですか。50年代だ。ほら、もう70年以上経つ。70年経たな、こうならんってことですよね。それも1台じゃ無理やねん。無理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 、育てるって、うん、そうや、だから毎日土砂降りんとこ立ってたいけるかもしれない。エンジニアたちもちょっと見たいね。さっきね、これ気になったスタッツ入ってるところ偉い。おお、これしかも変な変な。そう、あなたの好きな、はい、あ、テン、テンちょうどですよ。もっとちっちゃい足言わんとってくださいって。俺が足のサイズちっちゃいこと言わんとってください。お前 26.5 ぐらい。いや、そうですよ、コンプレックスなんかあんま言うたらダメでしょ。俺29あるからな。ずるいな、嫌なんですよ、この体型で足ちっちゃいのはずい。サザエさんみたい言われて。デカ分けしてんやろ、お前赤門みたいに。はい、28個出ます。小林さん、この照りやばないですか。めっちゃ照り、みりん入れたじゃん、みりん、みりん、照りが、みりんの照り、みりん炊いてんのほな、ね、ちょっとブーツみたいな。僕もウエスタンありやでね。あ、ウエスタンね。ハーレーはウエスタン飲んのもありなんですか。全然ありなんじゃん。あ、これ軍門じゃないですか。これよう見るな、このバックルついたやつ。ここ、これデッドストックやで、これ。うわ、US アーミーブーツ。あ、やっぱアーミーや。これ何年のやつですか。あ、それも40年代とか50年代だと。40年代デッドのアーミー。そうか、でだ、やっぱ軍門ってね、それデッドであればある方が嬉しいですもんね。そうね、人殺してないからな、デッドって。そうなんですよ、店長。ちょっと10あの10ぐらい、 US 10ぐらいの。これとか、あ、ないんか、ちょっと小さいかな。全然履けるんですよ。いや、履けるんですけど、 26.5 なんですか。でも点がいいんですよ。これが大きいくらい、ね、一番でかいのそれ。そうっすね、あ、そっか、前薄くていいな。澤田さんも共通の悩みあるんですか。フッキーもなんかトライアンフの、はい、あれペダルが狭い。あ、そうそう、ギアがね、うん、まあ慣れてますけどね。だから僕もだから、はい、その極力薄いやつを履くようにして、はい、はい、スチールがない方がいいんじゃないですか、ね、そうなんですよ。これでもちょっとあれか、これ何位でしたっけ。ぐらいですね。何位はちょっとあれやな。履けますけど、履けますけど、マジ気になるな。この間試着させてもらったの。おお、ギャバじゃん。出た、ギャバ。
マジギャバじゃない、うん、肩パト入ってないからこの時代ですね。そういうことね。いや何時間でも折れるなこれ。何時間でも入れる、ずっと折れる。32か回らんな。スタッツベルトでは31か回らんな。無理やね。38欲しいですね。38、うん、難しい。6、最低で6。あ無理か。これそう、サワルさんに俺聞きたかったんですけど、はい、なんでこうヴィンテージ古着ってちっちゃいサイズが多いんですか。アメリカ人やったらでかそうなね。確かに確かに。も確かに M とかが多いかなと思うんですけどね。ただまあ今のアメリカ人結構大きくなってると思うんですけど、昔はそうでもなかった、まあ、あの40年代50年代当時だと、あ、まあ、日本人もやっぱり大柄になってると思うんで。だから俺らなんかもうでかいからサイズ見つけたら買わなあかんねん。そうなんですよね。本来ねあり次第ですよね。もうサイズどこで買い付けます。こんな買い付けは全部アメリカ。アメリカなんですね、はい、この間まで行ってはったんですよね。あ4月はい買い付け行きました。ついて行きたいな。一回な行きたい、マジで行きたいです。そのあるでしょ。だからこれもこっそり俺だけが知ってるこことかあるんでしょ。いやではないですけど結構メジャーなフリーマーケットとかにここら辺どうですか。 A2 あたり。 A2 ね、うん、A2 は確かに俺もね、ヴィンテージは持ってないのよ。あ、うん、これちょっとこれサイズ何本ぐらいやろ。よかったらご試着してみます。いいですか、俺着てみたいな。あでもうわアームはめちゃめちゃちょうどええ。締めへんかったらええで。ちょっとでもちっちゃいですね。締めへんかったらええで。いや脇上がってるんですよグッてやられてるんですよ。ムエタイ使いつきたらやばいな。やばいですね。やばら持っていかれますね。あとかっこええ顔でかいな。タイトな服着たらより顔のでかさが際立って恥ずかしいですわ。うわこの T シャツこれなんですかこれ。日本語で理由なきゃ反抗って書いてすげえ。これ古いやつなんですかこれ。90年代ぐらいのバンドティーや。おバナナは有名なやつですもんね。あれあの何でしたっけバンドね。ベルベットアンダーグラウンド。あ、うん、あフラノーロズもある。サイン書いてるわ。あほんまや。あフラッシュある。フラッシュもある、はい、あピストルズも。ええ顔してんな。いい顔してるジェームス・ディーンが。すごいな。もうここやめてますよ書くんちゃんとジェームス・ディーンって書くの途中でやめてますよ、ま日本語を見て書いたのかな、ね、もしかしたらまあ、転写みたいなやつやねんやろけど、ポスターのそこに塗っていったみたいな。はい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 。ピストルズだろ。ピストルズ、うん、あ見たことない。大好きです。結局ピストルズ戻ってくるんですよね。なんか一通り、ね、いろんなのがあってね。ね、うん、うわこのビートルズのかっこえ全面上手ですね撮るの。あります。かっこえ、めちゃめちゃかっこえ。これマジかっこえ。大きいよこれ。いや1キッパや。うん、しかもサイズ大きいよ。いけんちゃん俺全然44です。サイズでも絶対いけますわうわかっけ。一体じゃないの。マジ行こうかな。いやちょっと俺も悩むわ。ちょっとこれちょっと置いとってもらおう。これいいですか。ちょっとシャツやった方がやっぱこれいいけどね俺。あ色がいいですね。もうぴったりですよ。いや全然ぴったりですよ。うん、いやほんまもうそのまんまですよ。うん、切れるね。めちゃめちゃぴったり。めちゃめちゃ小馬さん仕様。あと言わへんやろな。何ですか。あいつその革ジャンから逃げおったみたいな。いや言うわけないですから。今日のテーマ夏こそ革ジャン買えみたいな。いやもう夏、まあ、完全に夏のやつ買うてますやん。夏に夏の夏に夏のん買うてるやん。一通り見たか、はい、一応は、はい、この2つ気に入ったわ。いいですね、このハワイアンシャツとね。ああいい、うん、やっぱりこのハーレーの出たサイクルチャンプセカンド。はあ、言ってましたねセカンドって。そう、あなたは。僕はもうこのゾウのゾウスカじゃんね。ゾウスカね。たくさんの、うん、スチンコね。たくさんのスチンコジャンバースチジャン、うん、タクジャンか。あとこうもうオビートルズさんの総柄のね、総柄全面アルバム T。 めちゃめちゃかっこいい。ええでな、うん、さあ小林さん、えどうします。何が買います。よーさんさんもでもレジ閉めてますもんね今日ね。はい大丈夫ですよ。でももう閉めますもんね。
まあ、今日でも閉店後にロケやらせてもらってるからレジ閉めてますもんね。あ、大丈夫です。いや、クッキー、はい、今日このフェイクアルファさん、うん、ザラッと見せてもらったけども、うん、あくまでこうまだ表面しか見れてないぐらいけど、そうですね、どうでしたか。やっぱ昨今こうなかなかこう店で買い物っていうのはあんま少なくなってきたんで、ネットで買っちゃう、そうネットで買っちゃうのはすごく多くなったんで、ああめっちゃめっちゃ楽しかったあの楽しいというよりも嬉しかった。何が、小葉さんと一緒に買い物できて嬉しかった。いや、そうね、俺は結局お店で買うのが好きやから、特にこういうあのやっぱお店の人にこういろんな知識を教えてもらって、それを楽屋で偉そうに話す、それが大好きやから。あ、そういうことですね、うん、なんかお前これ見てるな、あのパソコンパチャパチャ叩いてチンコ握ってる若者、外出ろってどうしてっけ、出ろって。いや、そんなメッセージ性強いやつやねん俺。あ、そうなんですか、うん、熱いやつじゃない、熱いやつじゃない佐藤さん、すいません、ほんと閉店後に、ね、いや、ほんまレジ閉まってなかったら全部買っちゃってたからね。残念ですね、レジ閉まっちゃってたから、大丈夫です、え、入ってますいや、そのなんか迷惑かけるわけにいかないです、また改めて行きますありがとうございました。ありがとうございました。